朝ジャンと今ゲームショーから幕張ちょっと端に抜けて公園に海浜幕張公園に初めて来ました。ならちょっと真面目なレンズをつけ始めようかな、はい、そしてカズさんが何やら本気ですねこの前のあのコンパクトな広角レンズ、はい、このコンパクト98ね。そう、あすげえ超広角それで感動してる。我々広角じゃないとね、うん、ダメなんで。これがカズさんのやる気フル装備ゼロではない。フルのカズさんのガチ GoPro Hero 7レビューの動画を撮る裏側 60fps でいこうかな。なら、はい、最近これで動画あんまり撮ってなかったなぁ言うほど。じゃあちょっとカズさんの動画を撮ってるところを撮る。仕事風景、仕事仕事の裏側ちょっとなかなかない貴重なこのからこれいいな、このカズさんがおどうも、かチャンネルのカズでございます。皆さん、iPhone XS やら iPhone XS Max ウェイって言ってる裏で、実はね、映っても大丈夫ですか、はい、この3人、さらに喜んでるものがございます。皆さんも、このカズチャンネル見てる方だったらわかると思うんですけども、これわかります？これね、GoPro の7で今回まあいろいろ変更点があるということで、はい、ジンバル性能がすごいですね今回。やばい6でもすごかったですけどね。6すごく良くなりましたよね、はい、ジンバル性能。じゃあそれ以上にジンバル性能がやばくなったということで、中田さんにお借りしてちょっと早速行ってみましょう。どうだろうこれ。迫ってきたおお、いやめっちゃ超楽しい。iPhone の開封より楽しいかもしれない。行くぞ。やばいわカズさんの手ジンバルが本当に腰の安定感がね、ちょっと次元違う。ちょっと見てこの腰のブレなさを皆さん見てほしいです。これは完璧な。もしかするとね、これ7まだ僕ら買えませんけど、発売されて買ったらブリキンさんもしかすると散財ちょっと一時的に休止して、はい、7だけで投稿するかもしれないっていう。そうもう一回それやりましょうよ、ね、ちょっと停戦協定結んでカメラもうちょっとやめて、GoPro だけで1ヶ月ぐらい。ああ、初っ端から誰か破りそうな気持ちになるんですよ。まあちょっとね、そんぐらい使えるカメラになったみたいなので、うん、皆さんもしよかったらチェックしてみてください。なあ、本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ。 OK。こんにちは、ぬきんです。これやりづらい。カズさんよく平気でテンション出せますよね。俺だいたい人に撮られてるってことが見ないから出られないようにやるんで。あ、なるほど。いや俺さっき見てて、俺次の番来るなと思って、すごいなんか緊張してたんですけど、実は。あ、そうそう、なるほど。だって僕家でも奥さんとかに出てってもらいます、はい、あ、なるほど。とかヘッドホンとかしてもらって。いやでも あるあるですよ。そう、いや自宅だと恥ずかしいんで、僕も最初の頃嫁さんに僕は家から出て行ってもらいましたもん。ですよね、気持ちめっちゃわかる。家から出て行ってもらって、今から僕撮影、別にやましいことするんじゃないけど撮影するから家から出て行ってくださいって、カフェでもちょっと行ってくださいって。いやでも今もうスイッチの入り方違いましたから今日は、うん、まあ、ここがねプロの前でできたんですねということでその前置きはいいんですけど、はい、この並びどうですか、はい、おかしくないですか。いや完全におかしいですね、はい、ちょっとこれついに出ていただけるということで、はいはい、じゃあちょっと自己紹介の、中田康隆と言います。はい、パワーネームありがとうございますありがとうございます。そしての我が兄貴。あ、どうも、はい、カズチャンネルでございます。どうもよろしくお願いします。ちょっと今日は東京ゲームショーにね、まさか3人で行くっていう、はい、暴挙に出てしまったんですけど、はい、大変楽しい。で我々一応今週忙しかったんですよ、ガジェッターとしては。 iPhone は出るわ、はい、東京ゲームショーあるわなんですけど、でも全てぶっ飛んだのがこれですね、はい、僕は今持ってるのが GoPro の Hero 6なんですけども、
なんか もうそろそろ出るぞと、セブンが、うん、リーク情報もちょろちょろ出ては、うん、で今回はあんまりアップデートされないと、マイナーアップデートやらなんやらって噂がいっぱい飛び交ってたんですけども、発表されました、発表されました、ついに今回これがじゃあ、これあの、あれ製品版も知ってますかね、いけてると思いますよ、製品版もこれ7って書いてあるんですかね、もうだって完全に製品版ですよ、これはもう製品ですね、はい、僕普段6とか5とかは書いてないんで、うん、あのマジックで書く人多数なんですよ、そうそう、マジックで7とか6, じゃあ6とか5とかわからんくなるから、色が今回はちょっと黒くなったのと、あ、7がデカデカ入ってるんで、はい、見やすくわかりやすくなりましたね、改善されました、うん、なんかレンズがちょっとデカ出っ張りがあると思ったらなかったです、なんか今回このレンズの厚みがちょっといいですか、なんかリークではちょっと厚くなったみたいな話もあったんだけど、今回ね、完全一緒ですよね、この多分このレンズのこれが小さくなったんですよ、で多分中の機械パーツが1ミリ分ぐらい出っ張った、でこのガラスの薄さをちょっとほら横並びで見るとちょっと薄くないですか、こっち 0.5 ミリ か、ちょっと内部の機械がなんか詰め込まれたんですよ、実はめっちゃ詳しいじゃないですか、はい、ちょっとリーク情報を調べます、読み漁ってたんで僕中が詰まったんですよ、これもうこれがもうちょっと今日の話題をかっさらいすぎてなんかあの iPhone 発売日と一緒ですよね、 iPhone のリーク情報が出たのが、ほんで動画がバンと出た瞬間心がそっちに泳いでしまったっていう、 iPhone の開封動画見ずに、一切見ずにずっと GoPro のなんか早めにもらった人たちを羨ましいな羨ましいなと思ったら、ここに早めにもらった人って日本の5人ですか、5人いるらしいですね、早めにもらえる人がいや、僕ら漏れましたね、僕らは GoPro さんっていう、もう昨日悔しくて GoPro6 の動画作っちゃいましたから、本当に音ガッサガサのやつを本当は僕はあのウルトラジャパンっていうあのフェスあるんですけど、はい、それ出た時にもらって、はい、それでちょっとあの出演してる時にこれでなんか撮ってもらったりとかしてたんで、その時に実は持ってたということなんですけど、いやこれで今日ちょっと一日軽く使わせていただいて、カズさんのね動画で結構ガッツリさっきレビュー撮ったんで、はい、僕も裏側であ、いいんですかそんなレビューもいやあの手ジンバルすごい、手ジンバル良かったですか、カズさんの手ジンバル腰の安定感が半端じゃないそれはちょっともうカズチャンネルに、あ、良かったですか、はい、よかったよかった、チェックしていただくとして、でもちょっと感想をね聞きたいですけど、やっぱり僕らの期待値としてはアクションカムなんで、その GoPro としては結構ブログ、YouTube を撮るってよりはもうやっぱりかっこいいスポーツ動画を撮るっていう感じだから、マイク性能とかちょっと今まで軽視してたんじゃないのみたいな感じだったんですけど、今回その僕一番期待したのはマイク性能なんですけど、それはもう明らかに良くなって、明らかにそうですね、一番違うのはパッと聞き一番違うのはまず撮れてる音がだいぶでかくなっているって思うと思うんですよね、のとなんかあの結構こもってるみたいな話あったじゃないですか、ヒーロー6、うん、それがだいぶ改善されたのと、でも一番違うのはなんかこもってるとかはなんか僕とかの感覚だと EQ すればいいから、うん、あんまり別に困らないというか、あ、そうなんですか、そうなんですよ、それはだから低音とか高音とかのバランスの問題なんで、うん、なんか後でどうにもなるってことなんですけどどうにもなったんですか、どうにもなってないんですよ、一番困ってたのは、はい、あの摩擦音が入ったりとか、はい、そのキュッキュッキュッみたいなこう持ってる時の音が結構あの拾っちゃうみたいなのあったんですけど、うん、それがすごく少なくなったっていうのが、それはもうあの後から消せないものだったので、うん、はい、すごく多分 Vlog とかの時にもいいんじゃないかな、ソフトウェアでなんか打ち消してるとか、そんな類なの、いやでもハードごと変わってないと不可能なぐらい変わってるんですけど、そうなんですか、どうなってるか分かんないですけど、なんか今まで昨日も改めて検証してみたらやっぱり撮れてる時はいい時もあるんですけど、うん、なんか音がうねっちゃうっていうか、なんか変な多分風切り、ああ、自動機能とかもいろいろ切り替わってなんかおかしくなってたのが、それなければまあ一応使えるかなって感じなんですか、マイクの数は一緒なんですよね、1とか、そうですね、一緒ですね、場所は一緒ですね、一緒になってるんですね、これ一緒ですね、そうで、あとはあのやっぱり動画の手ブレ補正がすげえ強化されてるっていう、いや、うん、そこですよ、そうだって去年、まあ、クロップされますけども、
去年すごい進化でしたもんね。うん、いや結構ヒーロー6でもジンバルなくてもいいかなみたいな、はい、ありましたけど、これなんか社長自らカルマグリップいらないみたいな感じのことジンバル殺せみたいなこと言ってるじゃないですか。僕ら捨てないといけない、そうそうそう、廃棄しないといけないですかね。僕2本も買っちゃったのに僕も1本買いましたよ、はい、ドリキンさんの見てやっぱ買わんとあかんか。僕2つですよ、これ胸につけるやつも含めると2つ持ってますよ、はい、ですよ、ゴープロ用の、はい、ドリキンさん3つですもん。いや僕それ言ったら4つ持ってますから違うメーカーのもだけど、いやですごい良くなってるじゃないですか。いや本当になんかなんだ、本当にドローン感覚を味わうような、うん、なんかこっち方向のあれがブレの補正がすごい強化されてる感じがしますよね。本当水平っていうか、そうそうそう、なんかジムなんか光学補正が勝ってんじゃないかっていうぐらい、うん、あとパンに強くなったっていうのがあるかもしれない、その補正の滑らかさっていう、うん、パンとパンなんで音楽業界じゃないですかでもまあそこもでも一応想定内じゃないですか、はいはい、一応期待値内というか、うん、まあすげえいい仕事したけど、うん、まあでも順当アップデートだったんですけど、うん、我々今日一番感動したのがあのタイムワープ機能あれですね。これはみんな気づいてないけど、うん、もう前のアップデート2機超えてますよ、ね、なんかその Vlog とか撮っててあのずっと普通に喋ってるだけだとなんか映像が単調だから、うん、たまに遊びを入れるっていう点で、うんうん、最強の遊び動画ここに来て出てきましたね。これさっきみんなゲームショーにいるのにあの撮れてるそのタイムワープどうなったかのが気になってるんで、中田さん中田さんどうですか、どうでした今の通路のとこどうでしたかちょっと人がいない隙間で立ち止まると思ったら GoPro の映像をチェックするみたいな。プレビュー始まる、ドリキンさんも一緒になって撮影して、そうそうそう、まあその違いを、圧倒的な差を、なんか GoPro 今まではタイムラプスって呼んでたのがもうタイムラプスって呼ばなくなって、タイムラプスは写真の方はまだタイムラプスだったのかな、でビデオだタイムラプスビデオって呼んでたやつがタイムワープっていう名前に変わったんですね、うん、確かこれ一応後でデータをいただいたらあの見せできると思うんですけど、タイムラプスの中のタイムワープです、ね、タイムワープ、これがちょっとなんだ YouTuber もう全員買わないといけないんじゃないですか。なんかね、その普通に言わないで普通に歩いてよし、うん、あの人の周りを回ってよし、うん、対象物をめちゃめちゃ綺麗なんですよ。あのマトリックスがで流行ったタイム、うん、バレットタイムみたいな、うん、あれみたいなのは単純に撮れちゃってワンオペで、うん、っていうか僕らの周りを中田さん自ら回ってバレットタイム撮るっていうあれはよくわかんない、あれはダメですね、うん、あれはいい加減怒られます。あとでのサンプル載せいただいたら載せますけど、あの撮ってんのが中田さんっていうこと、めちゃめちゃかっこよく撮れてるんですよね。今日結構お二人撮りましたよ僕がめちゃめちゃかっこいいろんな裏側がいやーだからこれちょっと期待しかない、うん、なんかこれやったらなんか低予算 PV でも作れそうですね。あでも本当で、うん、低予算でちょっとみんなピタッて止まってもらえれば、うん、本当なんかカメラいっぱい用意したみたいなやつあるじゃないですか、はい、あんな感じになるようなやつできるかもしれないですね、うん、めちゃめちゃ楽しかった。なんか夢がいっぱい広がっちゃってね、うん、これがあると今中田さんが見てるこの服がすごい便利なんですよ。これ GoPro さっき、まあ、これそのまま入るの便利なんですけど、さっきずっとタイムワープとこの状態で この不安定な状態ですっごい滑らかに、そうなんですよ、これで結構動いてたんですけど、まあ、完成したやつはちょっと別で見てもらう、うん、こんな雑に撮ってある程度っていうのは今まで難しかったことですもんね。いやいやいや、一生懸命カルマグリップ買ったりとかしないと、その一生懸命がなくなってもいいようになったっていう今回のアップデート、いや神アップデートでした、ね、個人的にここ最近の一番ですね、うん、数年の GoPro の正直 iPhone よりも今テンション上がってますこのなぜ今、ね、ないんだって我々にちょっと日本で6番目7番目に入れてほしいですよね。そうですね、もう本当あの倍払うは言い過ぎ、倍はちょっともったいないであれですけど、お金は払います、1万円ぐらい高く買っ
悪いこと一切言わんから、うん、早く欲しいっていうこのワクワク感。いやよかったです。ちょっとこれこんなね先行でまだ発売1週間以上あるから、うん、そうですね、ちょっと1週間大事ですね。早めに中田さん体験して楽しんでらっしゃったんですね。この楽しさをやっぱ知ってもらいたいかもう今日ずっと1週間どやしするために付き合っていただいたよ。多分中田さんの周りでもこんだけ GoPro でワーワーキャーキャー言う方も少ないかもしれない日本ね、日本の中で、うん、いやもう詳しい人に囲まれてる僕も楽しいです。いやいや本当に恐縮でございます。じゃあまた色味がすごい良かったですね。そういえば色、あ、そうそうそう、色味がこういうなんかちょっと暗い時に撮ってる時も色はすごい綺麗に撮れるようになってるんですよ今回は。めちゃめちゃ良かったんですよ。また東京ゲームショーって暗いのにちょっと強くなってますよね。いや明らかに暗所良くなって、暗所性能とか明るいところも性能が良くなって、いやいい感じに音が入ってきます。そうそうそう殺伐感サイレンじゃこの隙に一回録音止めとく。いやということでこれどう編集したらいいのかもうちょっとわかりませんけど、はい、先ほど幕張から、ちょっと品川に戻ってきて、はい、今日撮った映像を、これ一応明確にした方がいいと思うので、はい、ドリキン GoPro6 カズ GoPro6、はい、で中田 GoPro7、はい、この3つを検証しました。はい、僕の検証しなくてもいいですけど。はい、まあ、まず分かったことは、今日 PC でここででかい画面で、今撮ったやつを、さっきまではね、はい、ちっちゃいここで見てて、なんとなくの雰囲気でしたけど、やっぱりまず明らかに音声は良くなってましたね。ですね。音声すごい。すごい。なんか違う問題もありました。ここで、番組の途中ですが、お詫びと訂正をさせていただきます。昨日僕、これで GoPro Hero 6の音が使い物にならないという動画出しましたが、はい、これは僕の GoPro 6壊れてました。